久保さん。いや、久保さん。あの、久保記念やってんすけど。いや、久保記念の商品って、腐らないっすね。<laughs> 久保さんとセミナーやって、イリュージョン1、2、3ありますけど、いまだに売ってるというね。<laughs> まあ今回は、腐らないビジネスですね。腐らないビジネス。まあコンテンツビジネスのどこがいいかっていうと、腐らないんですよ。 ま、僕の本、情報詳細完全バイブルの本も腐らないですよね。本腐らないですよ。で、ありがたいことに、ま、アマゾンで僕の本検索していただくとわかると思うんですけど、プレミア価格になってます、今。今ね、プレミア価格だと思いますよ。うん。あの、この前見たときプレミアっていうか、まあ、定価より高いみたいなね。だからその、 普通の、まあ、飲食店とかが分かりやすいと思うんですけど、腐りますよね、食材。まあ、冷凍保存全部してたら分かんないですけど、まあ、生のものを扱ってるとかだったら、腐りますよね。まあ、あとは、腐らなかったとしても、じゃあ、その、今ブラウン管テレビ売れますか多分今ブラウン管テレビ売るの、あの、地デジ対応してないブラウン管テレビ売るのはめっちゃ難しいと思うんですよ。だから、腐らなかったとしても、時が経つと化石になっていくんですよ。 だから常にこの新商品ですよね。まあ僕も新商品は作りますけども、ただこれぞっていうやつはずっと使い回せるんですよ。腐らないからデジタルコンテンツっていうのは。だからこのね、あらりが高いし腐らないでずっと使える。これはね、マジで神だと思います。普通のビジネスだったらないですよ。だってずっと使えるんですよ。それが良ければね。 良ければずっと使えます。だから僕、10年後も売ってると思いますよ、久保さんの商品。<laughs> 久保さんとやったセミナー映像、ずっと売り続けると思いますけど、多分逆に言うと、10年後売った時に、プレミア価格になってると思います、もはや。今、今回、キャンペーンであの、安くご案内させていただきましたけど、多分これ、5年後とか10年後案内した時に、プレミア価格ですよ。僕の本もプレミアになってますけど。うーん。だから、情報って、すごいですよね。うーん。 だから、まあ、今アマゾンとかの本でもその出回ってない、まあ、僕の本とかもそんなに出回ってないんで逆にねあの高くなってるっていうだからこれその有名なね例えばそうトマヴチさんトマヴチさんってめちゃめちゃ本出してるわけですよでその博士号とかなんちゃら号とかめちゃめちゃ持ってるんですねでもトマヴチさんってめっちゃ本出してるからトマヴチさんのある本は1円とかなんですよ あんだけ権威性があって、あんだけすごい、なんか、まあ、名刺すごい人が一円の本なんですね。だけど、僕、うさんくさい本が、それより高いみたいなね。だこれはね、すごいことなんですね。うん。だから、その、情報を扱う。で、情報に付加価値をつけていく。 情報にもの、なんだろうな、まあ、その、まあ、伝え方だったりとか、まあ、情報の概念ですよねで。それを理解するとかなりね、完全に魔法ですね。うん、僕はそう思いますね。もう魔法使い、サリーちゃんみたいな。うん <laughs> だって普通のビジネスから、ビジネスに、普通のじゃあ飲食店でするならば、腐らないホタテとかね、じゃあお寿司屋で腐らないサンマとかあります こ腐らないサンマで常に鮮度がいいサンマあったら、これ魔法のサンマですよね。まあ、マグロとかね、腐らないマグロみたいな。10年後もそのマグロが新鮮みたいなね。なかなかないですよね、多分。だラーメン屋さんとかね、スープその毎回作ってるじゃないですか。で売れなかったら廃棄ですよ。だコンビニの廃棄弁当とかもそうですけど、売れなかったら廃棄なんですよ。捨てるんですよ。0円です。だけど、情報ビジネスって、 いかようにもでできるんですね例えば過去のコンテンツを特典にすることもできるし価格を安くすることもできるしプレミア価格にすることもできるしいくらでも変自由自在なんですよだから有料を無料でてあのプレゼントして顧客リストを取ることもできるしなんかこれはね多分ねこんなビジネスはね多分ないですよ だから僕がコンサル生とかによく言ってるのが、こあのコンテンツマスター、マーケティングとコンテンツマスターになれと。コンテンツマスタープラスマーケティングもできるようになったらもうこれ、もうこれもう神だと、うんビ。ビジネス、いろんなビジネスあるけど、こんなすごいことはできないから、これマーケティングプラスコンテンツもこれ両方神、あの両方も強いかったらもう鬼に金棒ですね。うーん。そう。 だから、まあ、まあいろんなビジネスがあるんであの何のビジネスやるかはうん自由だと思いますけど、まあ、僕はまあコンテンツビジネス情報ビジネスしかないなと思ってますねそれはあといろんな人を見てきて失敗を見てきて思うことが情報ビジネスからブレブレるってことが絶対ないですねみんなねやっぱね情報ビジネスでお金稼ぐとなんかその情報ビジネスって形がないじゃないですかだから形作ろうとするんですよ なんかその店舗やるとかね。なんかその居酒屋、なんかそのおしゃれな飲食店みたいなね。なんかやるみたいな。でも全部赤字なんですよ。全部赤字です。これね、黒字にした人僕知らないですね。なんか情報ビジネスで現金作って、その店舗型の行くんですけど、名刺、店舗経営してますみたいな。で、それで僕ね、店舗で黒字でめっちゃ儲かってるっていう話を聞いたことがないです。 聞いたことがないですね。見たこともないですね。うん。だからまあ、めっちゃ難しいんですよ。だから特にね、どんなに手腕があったとしても、今回のコロナどうすかって話で、で仮に設けたとしても、今回のコロナでどうやって対策するんですかみたいな、対策しようがないじゃないですか。だから服あの、例えばね、台風災害だったりとか、地震災害だったりとか、店舗がぐちゃったらどうするんですかって話で、めちゃめちゃこうリスキーなんですよね。 そうコロナ以外にも,もういっぱいあるじゃないですか、言えば。で、それが自分のお店だけは100%ね、台風被害絶対ないとかね、地震の被害全くないとかね、そんな100%ないわけじゃないですか。でもネットは僕100%だと思うんですね。ネットは100%です。てか、ネットが止まったら多分、世界のネットのインフラが止まったら世界終わりですから、今。全部ネットで繋がってるんで、多分このネットが消えるってことは多分考えられないですね。ネットが消えた。 あの使えなくなったうんそしたらもう世界終わりだと思いますだから全部なんかその事故とかもめっちゃ起きると思いますだって飛行機とかもなんか無線とかなんかネット使ってると思うんですよいろいろとだからネット使えなかったらマジやばいと思います、ね、いろいろと、うん、交通網も麻痺するし多分全部麻痺すると思います、うん、だからなんかまあ絶対はないですけどもなんかその絶対的な部分ですよね かネットで何やるのかっていう情報をこう発信していくっていうのがやっぱもう本当に僕は一番いいと思いますんでうん、この情報ビジネスを極めるっていう、もうとにかく極める。これ一点張りでやればいいんじゃないかなと。なおかつ、なおかついくら情報を発信してもね、0円なんて <laughs> 失敗のがまず概念がないですよ。いくら情報を発信しても、いくら情報を発信しても0円ですから。うん。だから、 店舗型とか商品を例えばこのこれをね作るのにいくらかかりますかとねだから大体普通のビジネスってあらり20%とかなんですよ10%とかもっと低いやつもあるでしょうまあ 10%20% とかの世界ですよこれもこれ作るのにねあの金かかるしねでもこのこれ商品作るのに情報ビジネスだと0円ですからねしかも腐らないこれ腐ります これ賞味期限ありますからね、これね。これ賞味期限ありますから。だからね、まあ、これやるべきかなと思いますね。うん。まあ、あとは、まあ、なんだろう、久保さんの網戸ビジネスね、出ましたけど、まあ、僕はね、セミナーで聞いてるんで、その網戸ビジネスに関しては、あの、イリュージョン1だったかな。セミナーでも言ってくれてます。網戸ビジネスね。<laughs> だから、その、今は、その、なんだろうな、うーん。 ネットでそれをできるとですね。アミドビジネスの本質、要は何かを伝えていくっていうのがネットでできますよと。確かにアミドビジネスできたかもしれん、あの、今もできるかもしれないですけども、一店舗いい一人一人その、家を回る、交通費かかりますよね。ガソリン代かかりますよね。家にいながらね、家にいながらパソコンでなんかこうやってる、お金かかんないですよね。時間か,かりますよね。ガソリン代かかりますよね。一軒一軒回ってたら。 網戸の原価もアミドの修理だったら原価かかるのかなまあ網戸取り替えだったら多分原価かかりますよね網戸の。とかね。でもまあやってることはまあ一緒っちゃ一緒なんですけどね。物を扱ってるのか情報を扱ってるのか。でもこの物を結局物を扱っても情報を扱ってるんですよ。ここポイントで。物を扱ったとしても情報を扱ってるんですよ。例えばこれ物。まあ飲料水ですけどここに情報ありますよね。 これ、じゃあ何も書いてなかったらどうすか買います。見せますね。これ、ドートルのコーヒーですけど、これ情報なんですよ。だから、ぶっちゃけ物なんだけど、情報買ってるようなものんですよ。だから、これ、じゃあ、あの、中国製コーヒーって書いてたら買います中国製コーヒーです。あ、これちゃ、中国製っていう。ちょっと僕、すいません。あの、ちょっと、なんか、カッコ中国製っていう、コーヒー中国製みたいな。 なんやろうななんかこのコピーじゃないですか。わかりますだからこことかも原材料、例えば原材料の情報にね、なんかその、ん、放射能が含まれますみたいな、危険ですみたいな、まあそんな売られ,てな,い売られないですけども、いや、これでなんか安心だったりとか、ああ、これどう取るのか、どう取るのあコンビニでも買えるのかっていう、あじゃあ飲んでみようかなってなるわけじゃないですか。これスタバも、スタバもありますけど。 じゃあ、ね、そのコンビニね、スタバなのか、ドートルなのか、セブンイレブンブランドなのか、いろんなの並んでるじゃないですか。え、でも中身って、あんまりじゃあ、もうひ、何、あのめちゃめちゃ味変わるのかっていうと、そんなに変わんないんですよ。そんなにね。じゃあ、スタバと、スタバの味と、何、セブンイレブンの味が100と0の違いがあるかっていうと、まあ、そんな大差ないですよ。じゃあ、どこのビサで。 あの商品を選んでるのかっていうとキャッチコピー情報なんですよねスタバなのかドートルなのか安いのか価格なのかっていうその価格の情報ですよねじゃあ価格の情報が8回ってなかったらどうすかって話でこれいくらなのって話じゃないですか価格の情報キャッチコピーこの情報だから物を買ってそうで情報を買ったりしてるわけですよだから網戸を売ってるんだけど網戸を伝えてる情報なんですよね久保さんのトークなんですよ だか結局情報なんですね。だこの概念を理解できると情報ビジネスしかなくなりますから。わかりますでもほとんどね、この深く理解してないですから情報ビジネス。なんとなく儲かんのかなとかね。なんかうさんくせえなみたいな。いや、全部情報ですからね。情報なくてどうやって買うんですかって話じゃないですか。Amazon なんでクリックできるんですかっていう。え情報あるからですよね。っていう。価格、商品情報、レビュー。 ね、いろんな情報があってそこであこれは安心できるかなって変えるわけですよね大丈夫ですよねあれ情報なかったらアマゾンでクリックできないですからねうんはいまあそんな感じでございますいってらっしゃい